モンジョワイコール,ルイコール社党は、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、ドゥー県のコミューン。モンティジャイエナ、レティワンズ、マントジョイシュール、ダブ、マントジョイ、モンジョワ、そして1922年1月24日より、モンジョワル社党となった。グレール領主によって、モンジョワの地には、男爵領と領地が置かれていた。 グレールイコールモンジョア領主ギオーム二世紀の娘がディディエド・モントルーと結婚したことによって、領地はトゥイリエール男爵家に渡った。この結婚で生まれたのがモントルーイコールフェレットの領主ジャンヌで、彼女はギオームとトゥイリエールと結婚し、二人の子孫はトゥイリエールイコールモンジョア家の分子となった。創水イコール1九9九年まで LDH、イヘス、カジニー、 2004年以降、INSEE モンジョワ上のダンジョンアトクローディーヌド、モンジョワはジャン2世の娘であった。父はよく深く両親というものがない人物であり、彼女は両親からの助言に対して重要な施しをした。ある時、クローディーヌが村に降りてくると、彼は娘のエプロンに何が入っているか確かめた。すると、 中にあった食べ物はたちまちバラの花束に変わったので、父親は驚いた。この出来事をきっかけに彼は改心した。彼は、モンジョワの礼拝堂に埋葬され、現在まで守られている。ありがとうございます。